なんかあれですね、お母さんが、お母さん、お母さんに変わった、そうですね、じゃあ変わってもらってもいいかな。イエーイ、もしもーし、もしもーし、もしもし、ありがとうございました。いえいえ、すいません、なんか泣いちゃって。いやいや、もう全然、自分たちだければもういくらでも何でも、もう何でもありますよ。素敵なことに携われて、うん、いやー、ありがとうございます。いや、こちらこそありがとうございます。ございます。ちなみにですね、てますちなみにですね、はい、ちょっと10秒間だけちょっと電波をお貸しして、はい、ちょっとなんか言いたいことがあるっていうふうに伺ったんですけども、うん、めっちゃしょうもないことでも大丈夫。全然大丈夫です。もうせっかくなんでね。言っちゃってもいいんですか。じゃあ行きましょうか。みほみさん、みほみさん行きますか。はい。それではどうぞ。私の枕を使うのはやめてください。あれ、みほみさん、お母さん、お母さん、お母さん、最後の最後でどういうことですか。どうしたんですか。ずっと付き合ってる彼氏がいるんですけども、はい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 、私の枕をね使っちゃうんですよ。寝るときにってことですか。寝るときにとか、うん、テレビ見るときに使っちゃうんですけど、はいはいはい、やっぱ匂いがねちょっと、あー、お兄ちゃんの、お兄ちゃんの話ですねそうなんですよ、お兄ちゃん系の。なるほど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 。最初の頃はちょっとね良かったんですけど、でも男のその気持ちはわかるかもしれないですね。好きな人の匂いがあるからとか使いたいとかなるんじゃないですか。多分その寝心地も多分絶対いいんじゃないですか、枕が。そうだから逆に言えば、そのみほみさんがその彼氏の匂いを好きになればいいと思います。そうね、最初はすごく好きやったんですけど違うのか。でどうなってたんですか。はい、年月が立ちまして、なるほど、ね、はいはいはい、もうちょっと8年ぐらいいてるんで、うん、はいはいはい、ちょっとやっぱりこうね嫌な匂いに感じて、加齢臭的な。そうですね、なるほどなるほど、はい、まあ、それをちょっとね、それやめてほしいと。やめてほしいんですけどね。あれはどうですか、みほみさんが新たな枕を手に入れるってことですか。ああ、そうですね。それはもう完全にこう上げちゃうみたいな。もういいよじゃあ、あんたそれ使いなさいと。ああ、そうですね。上げて、私はもう私のにするわみたいな感じに。で、それでも新しい枕も欲しがったら、それはもうバシッといった方がいいです。そうですね。うん、たまにだからもう上げちゃって。うん、別のタオルケットとかを巻いて自分は使ったりするんですけど、うん、あ、はいはいはい、ね、絶対心地いいんですよ。心地いいんですね。いやー、だって俺もみほみさんの匂いが好きなんですよ。俺もだってあれですもん、ちっちゃい頃母ちゃんの、うわ、めっちゃわかる、わかるでしょ、でしょ、めっちゃわかる、母ちゃんの布団に入るの好きだったし、うん、なるほど、やっぱ男はそういうのあるんですよ、ね、男多分そういうとこある。ちょっとここは多めに見て、そうですね、肝心に。男ってそういうもん、そういうもんなんですいつまでも甘えん坊なんです、多分まあそうですかねその大きな心で新しい枕を手に入れてあげたらはい、幸せだ。はい、明日すぐ買いに行きますいやー、でもちょっとあれじゃないですか、最初みほみさんからメールいただいて、うん、もうすごい、まあ、娘がいて誕生日をね、うん、お祝ってほしいってすごいいい感じだったじゃないですか、はい、最後の最後で枕のお兄ちゃんの話ですかね。お兄ちゃんで新しい枕買ってくださいっていう話だったんで買ってください、買ってください、買ってください、買いに行きます、はいはい、次ツアーも来ていただけるということで、はい、ふつかさん一緒に子供と行きますので、ああ、もうぜひお待ち、もう楽しみに待っててください、本当に、はい、頑張ります、楽しみに待ってます、はい。